初期のイスラーム国家の主要都市の位置を表した地図692年のメッカ包囲戦は、ウマイヤ朝に対抗して、カリフを称したアブデルラブナーイコールズバイルが、本拠地としていたイスラームの聖地メッカを、アルハチャージュ、ブンユースフが率いるウマイヤ朝軍が占領し、イスラーム世界の第二次内乱を終結させた戦いである。683年に、 ウマイヤ朝のカリフのヤズイード一世が死去した後、アブドゥンラーブンアイコールズバイルがイスラーム国家のほとんどの地域でカリフとして認められた。その一方で、第一次内乱後にイスラーム国家を統治していたウマイヤ朝は、本拠地であるシリアの一部にまで勢力範囲が縮小していた。このような状況の中、ウマイヤ朝支持派の部族は684年に、 マルワーン一世をカリフとして選出した。翌685年にマルワーン一世は死去し、その息子で後継者のアブドゥルマリクがウマイヤ朝の支配を再確立する役目を担うことになった。691年までにシリアとイラクの敵対者を倒した後、アブドゥルマリクはイブガイコールズバイルの本拠地であるメッカを制圧するために将軍のアルハチャージュ。 ブンユースフを派遣した。メッカの聖域での流血を避けるために、ハッチャージは都市を包囲して物資を遮断するように命じられていた。包囲は692年3月に始まり、6ヶ月から7ヶ月にわたって続いた。都市はカタパルトによる砲撃を受け、物資が遮断されたために、イブンアイコールズバイルの追随者の大規模な投降が発生した。 イブンはイコールズバイルは692年10月、もしくは11月に残りわずかとなった支持者と共に、撃って出たものの、戦闘で殺害された。メッカの占領は12年に及んだ内乱に終止符を、うち、イスラーム国家は、ウマイヤ朝とアブデルマリクの下で再統一された。砲撃による被害を受けたカーバは、イスラームの預言者、ムハンマドの時代の設計に従って再建された。 680年4月に、初代のウマイヤ朝のカリフである、ムアウィア一世が死去すると、イスラーム教徒の指導者の中でも著名な人物であった、アブドゥラブンアイコールズバイルとフサインブンアリー、さらには、マディーナの住民が、新しいカリフのヤズイード一世に対して反乱を起こし、イスラーム世界の第二次内乱が始まった。フサインは680年10月のカルバラーの戦いで戦死し、 マディーナの住民は683年8月のハラの戦いで敗北したものの、イブガイコールズバイルは、イスラームの聖地メッカの聖域からヤズイード一世に対して抵抗を続けた。そして、ヤズイード一世の軍隊が683年9月にメッカを包囲し、カタパルトを用いて都市に砲撃を加えた。包囲戦中にカーバが炎上し、その結果、 聖なる黒石が三つに割れるといった被害が発生した。ヤズイード一世は同年の11月に死去し、その情報が法囲側に伝わると、総司令官のフサインブンヌマイルは戦闘の目的を失ったために停戦を余儀なくされた。イブンヌマイルは、ウマイヤ朝の本拠地であるシリアへ移ることを条件に、イブンアイコールズバイルへの忠誠を申し出たが、 イブンアイコールズバイルはこの条件を飲むことを拒否し、イブン・ヌマイルは、自軍と共に、シリアへ去った。ウマイヤ朝のカリフの地位は、ヤズイード一世の息子のムアーウィア二世に引き継がれた、ものの、すでに権力が及ぶ範囲は、シリアの一部に限られていた。イブン・ヌマイルが撤退したことで、メッカとマディーナを含むヒジャーズが、イブンアイコールズバイルの支配下に入った。 イブンアイコールズバイルは自らをカリフと宣言し、イスラーム国家のほとんどの地域から承認を受けた。そしてエジプト、クーファ、バスラ、及びモスルへ総督を派遣した。シリアの一部の地域もイブンアイコールズバイルの同盟者の支配下にあった。ムアーウィやニセイは即位も数週間で死去し、政権は、 うまい野鳥を支持するシリアの部族の有力者によって擁立されたマルワーン一世に引き継がれた。マルワーン一世は684年8月に起こったマルジュラーヒとの戦いでシリアのイブンアイコールズバイル支持派の部族を打ち破り、その後間もなくイブンアイコールズバイル派の総督からエジプトを奪回した。その一方でアリイケを支持する一派のムフタールアイコールサカフィーが イラクの大部分をイブンアイコールズバイルから奪った。また、以前のメッカの包囲戦の際にイブンアイコールズバイルと同盟を結んでいたハワー・リジュ派がカリフの地位を主張したイブンアイコールズバイルを非難するようになり、その勢力を侵食し始めた。イブンアイコールズバイルの弟のムズアブ、ブンアイコールズバイルがムフタールからイラクを奪還することに成功したものの、 ハワー・リジュ派もペルシアとアラビアの大部分を占領した。マルワン一世は685年4月に死去し、カリフとなった息子のアブドゥル・マリクが、残りの地域に対するウマイア朝の支配権の回復に乗り出した。内部の混乱を解決した後、アブドゥル・マリクはイラクに侵攻して691年10月に起こったマスキンの戦いでムスワブを戦死させた。この戦いの結果、 イブンアイコールズバイルは、領土としていた地域の大半を失い、勢力範囲はヒジャーズに限定されるまで縮小した。さらにはヒジャーズにおいても、総勢2000人のイブンアイコールズバイルの軍隊が、アブドゥルマリクのマウラーであるターリーク・ブンアムルンが率いる、軍隊の前に敗北したことでマディーナまでも、失うことになり、都市は、ウマイヤ朝の支配下に置かれることになった。 マスキンの戦いでムスアブを破った後、アブドゥルマリクは将軍のアルハッジャージュ、ブン・ユースフに2000人のシリア人の部隊を預けてメッカへ派遣し、交渉によってイブンアイコールズバイルの降伏を確保した上で安全の保障を与えるように指示した。ハジャージュは市内において流血の事態を避けることも指示されたが、もしイブンアイコールズバイルが降伏を拒否した場合には、 都市を包囲するように命じられた。アブドゥルマリクの命を受けたハッジャージュは、メッカへは、直接向かわずに、自身の故郷であるターイフに向かった。ハッジャージュは692年1月にターイフに到着し、そこからアラファート平原に、いくつかの文献隊を派遣して、小規模な戦闘でイブンアイコールズバイルの支持者を、破った。結局、イブンアイコールズバイルとの交渉は、 失敗に終わり、ハッジャージュはアブドゥルマリクに対して援軍を要請し、メッカへの攻撃を許可するように求めた。アブドゥルマリクは許可を与え、マディーナを占領していたターリーク・ブンアムルにメッカでハッジャージュを支援するように命じた。ハッジャージュは692年3月25日にメッカを包囲し、ターリーク・ブンアムルの援軍がその1ヶ月後に到着した。 都市への供給が途絶えたことで、都市は食糧難に陥った。さらに、都市は近くのアブ・クバイス山からカタパルトによる砲撃を受けた。砲撃はメッカ巡礼の期間中も続いた。旧世紀の歴史家であるバラーズリーの説明によれば、第二代カリフのウマルブン・アルハッタの息子で大きな発言力を持っていたアブドレッダアブーブンウマルの要請によって巡礼中の砲撃が中止された。 しかし、イブンアイコールズバイルが、タワーアフの行動を認めなかったことに激怒したハチャージュは、カタパルトでカーバ本体へ砲撃するように命じた。歴史家のアブドゥルアメール・ディクソンによれば、砲撃はカーバ全体ではなく、イブンアズ,ズバイルによって改変されたカーバの一部のみが、標的となった。その後、突然の雷雨の発生が兵士たちの間で神の怒りに対する恐怖を引き起こし、 砲撃を中断させた。これに対してハッチャージュは、雷雨が自然現象であると兵士たちに納得させ、もしこれが何らかの前兆だと考えるのであれば、それは勝利の兆しとして受け取るべきだと話した。そして砲撃を再開させた。悪化していく都市の状況とハッチャージュによる恩赦の約束によって、異分はイコールズバイルの二人の息子を含むおよそ1万人の守備隊が降伏した。 イブンアイコールズバイルは、母親の元に向かい、ハッチャージュに従うべきかについて、助言を求めた。母親はすでに高齢であることと本人のために、戦って死んでいった人々の犠牲を引き合いに出して、戦うように促した。イブンアイコールズバイルは、バッシュと以前に、クーファの総督を務めていたアブドレッダーブンムティを含む、残りのわずかな支持者を伴って、ハッチャージュを攻撃したものの、 戦闘で殺害された。イブンアイコールズバイルの首は、アブドゥルマリクの元に送られ、胴体はさらし台に置かれた。戦いが終わった日付は10月4日、または11月3日といった、異なる説明が存在する。イブンアイコールズバイルは、ハティムを建物の一部に取り込む形でカーバを再建した。ハジャージュは、イブンアイコールズバイルによって変更された設計を、 ムハンマドの時代の設計に戻してカーバを再建した。イブンアイコールズバイルの死は第二次内乱の終わりを告げ、イスラーム国家はウマイヤ朝の下で再統一された。そしてその年は統一の年と呼ばれた。ハジャージュはヒジャーズ、イエメン、およびヤマアマの総督に任命された。砲撃によっていくつかの壁に損傷を受けていたカーバは再建された。 ムハンマドの時代に存在していた元の建物は、前回の683年の包囲戦の期間中に、火災による被害を受けていた。イブンアイコールズバイルはムハンマドが望んでいたとされる伝承に従って、正方形の設計を長方形に変更し、ハティムを建物の一部に含める形でカーバを再建した。さらに当初は一つしかなかった出入り口を追加して2箇所の出入り口を設けた。 しかし、ハッチャージュは、アブドゥルマリクの命令によって、カーバを取り壊し、当初のムハンマドの時代の設計に基づいて再建した。カーバは今日までこの時の構造を保ったまま存在している。バラーツリーによれば、アブドゥルマリクは後にハッチャージュへの指示を公開し、自分はイコールズバイルによって再建された姿で、カーバを残すことを望んでいた。 アブドゥルマリクは683年の包囲戦中にカーバが炎上したことに衝撃を受けていた。そして自身の命令によるカーバへの砲撃とその後の取り壊しはアブドゥルマリクの評判を傷つけた。それにもかかわらず、ウマイヤ朝の支持者たちはこの再建を称賛した。同時代の詩人は次のように記している。あなたは預言者の時のように神の住みかを復活させ、 アイコールズバイルの息子たちが堕落させたものを正した。ありがとうございます。